ハイン・リヒ一世はアンハルト博。後にアンハルト公。父はザクセン公ベルンハルト三世。母はデンマーク・オークヌーズ五世の娘ブリジット。ザクセン公アルブレヒト一世の2位。父が1212年に亡くなり、兄弟で領土を分割相続。アルブレヒト一世はザクセンを。ハイン・リヒ一世はアンハルトを相続した。 1218年には公爵に昇格した。従者の一人に相手本レプ号という人物がいたが、彼は後に監修法をまとめて、ザクセンシュピーゲルという法書を書き表した。この法書は後に中世ドイツに法典と同様に扱われるようになる。また、ハイン・リヒ一世は詩人であり、マネッセ社本では5つの歌が載せられている。ただし、 爵位は誤って、公爵と記されている。1252年に死去。医療は3人の息子に分割され、ハイン・リヒ2世は、アシア・スレーベンを、ベルンハルト1世は、ベルンブルクを、ジークフリート1世は、ゼルプスとそれぞれ継承した。以後も、所領の分割相続が続いたが、19世紀に、ジークフリート1世の子孫である、アンハルト・デッサウコー・レオポルト4世が、 アンハルト諸領を統一、アンハルト公国を創設した。1211年、チューリンゲンハク・ヘルマン一世の娘イルムガルトと結婚、11人の子を設けた。ハインリヒ二世、アンハルトアシャース・レイベン公を言った、メクレンブルク・ベルレコ、ニコラウス一世と結婚、ゾフィー・メラーン公・公ーブルゴーニュ博夫一世と結婚、ベルンハルト一世、アンハルト・ベルンブルク公。 アルブレヒト、フランシスコ会修道士、ヘルマン・ハルバー・シュタット・リツ修辞祭、マグノス・マクデブルクリツ修辞祭、オットー・マグデブルクリツ修辞祭、ジーク・フリート・一世、アンハルト・ツェルプスト・公、ヘイト・ビヒ・レグニツァ・コボレス・ワフ二世と・ニセイ結婚・ゲルト・ルート・ゲルンローで女子修道委員長。ありがとうございます。